スミスとシービスケットロバート・トーマス・スミスはアメリカ合衆国出身のサラブレッド競馬の調教師。1930年代のアイドルホースシービスケットの調教師として知られる人物で2001年にアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。主にトム・スミスと呼ばれ寡黙な人物であったことからサイレント・トムのあだ名でも呼ばれた。スミスが 表舞台で名が知られるようになったのはシービスケットの活躍以後でそれ以前の経歴は若干不明瞭な部分がある。出身はジョージア州北西部とされ調教師となる以前はノラウマを鳴らして群馬として提供する仕事を行っていたとされる。群馬の需要がなくなると牧夫としてやはり馬に接して暮らした。1920年代に入るとアメリカ各地では 馬から自動車へと乗り物の転換が進んでいき、その影響でスミスの勤めていた牧場も解散されてしまった。スミスが初めて競馬の調教師になったのは、ワイオミング州で牧場解散後に草競馬の調教師としての仕事を、始め、かねてよりの経験を生かして競争馬の能力を引き出し、その名を挙げた。その後巡業競馬の調教師として、アメリカ各地を転々としながら、 過酷な環境でその技術を磨いていった。巡業競馬の雇い主が死去すると、スミスは再び職にあぶれ、その後メキシコのアグアカリエンテ競馬場に競争場一頭だけの旧車を構えていた。この頃に、西部の自動車販売業者、チャールズ・スチュワート・ハワードに目をかけられ、スミスはハワードに雇われて、カリフォルニア州に移り、ハワードの所有場の状況。 および購入予定はの品定めなどを行った。スミスがシービスケット、購入当初のシービスケットは正確に何のある馬であったが、スミスはそれまで得た経験を活かして、それを解消させ、カリフォルニアから東海岸まで各地で大競争勝ちを上げさせた。1940年には、 シービスケットのサンターニタハンデキャップ優勝などもあり、同年の獲得賞金額リーディングを獲得した。1943年に背中の手術のために療養が必要となり、このためハワードとの契約を円満に打ち切った。1年間の療養後、ハワードはすでに代わりの調教師を用意していたので、スミスは新たに東海岸へと渡り、 そこで化粧品業界の女王として知られたエリザベス・アーデンに雇われた。基人としても知られるアーデンから寵愛されたスミスは、そこでスターパイロットなどに代表される馬の調教を担当した。1945年には再び獲得賞金額リーディングに輝いている。しかしその1945年、スミスが担当していた馬にエフェドリンが投与された疑惑が持たれて、 スミスは潔白を主張するも1年間の競馬関与禁止処分を受けた。しかし1947年に再びアーデンが調教師として復帰させると、Z パイロットでケンタッキーダービーを制してその行為に応えた。その後、グレアムの元からも離れ、1955年の引退間際には一頭の馬を管理するだけであった。1957年に発作で倒れ、 78歳にして、カリフォルニア州グレンデールで死去した。意外は、ホレストローン記念公園に埋葬されている。スミスが生涯で勝った競争のうち、現在のグレード競争に当たるものは29勝に上る。2001年、アメリカ競馬名誉の伝道博物館は、スミスの功績を称え、その伝道入りを発表した。灰色のフェドーラボーを愛用しており、 ハワードなどに雇われて余裕ができても、ほとんど変わらない、デザインのものを使っていた。経歴も含めて、当時の調教師としてはかなり異端な人物で、時には当時の常識から大きく逸れた手法も用いた。調教法も独特で、目覚まし時計を発脇のベル代わりにして、スタート特訓をさせたり、馬の栄養管理や湿布剤なども、独自に配合したものが使われていた。あだ名になるほど、 非常に寡黙で、必要以外のことは全く喋らない人物であった。うっかり斧で、足の指を切り落とした時ですら声も上げず、記者からは、1日トータルで1 0語と喋らない、スミスへの取材はまるで柱に話しかけているようだった、などと言われるほどであった。前半生に憶測が含まれているのもこのためで、シービスケットの管理で一躍時の人となった際には、マスコミから、 様々な伝説をでっち上げられていた。ただし、スミス本人が全く語らなかったわけではなく、文献にあるものなどは、数少ないスミスの世話をつなぎ合わせたものである。家族構成も不明で、少なくとも、ジムという息子がいることが知られているくらいである。ジムは、父と同じく長教師をしており、主に、ビングクロスビーの所有場などを管理、シービスケットとマッチレースを行ったりガロッティの、 調教をも担当していた。スミスは取材の鬱陶しさ、及び情報の漏えいを恐れて、マスコミをとにかく嫌い、またマスコミからも、天敵と目された。スミスは調教などの情報をひた隠しにし、競馬記者らは、あの手この手で情報を探ろうとして、時には夜間に張り込む者も,もいた。そのうちスミスは記者らをやり込めることを一つの楽しみに、するようになり、時折スミスが、 にに向かって、笑顔でで、手をを振るだけで彼らら疑心暗鬼に陥らせた。一方で、場所の意向には極力応えていた。特にアーデンは馬に香水を振りかけるなどの気候が少なくなかったが、スミスはそれも受け入れつつ、馬をきちんと仕上げていた。ありがとうございます。